白露様が逃げ出した？これの何がおかしいの？龍女様はしょっちゅう逃げ出してるじゃん。重要なのは逃げ出したじゃなくて下の文章の方。探偵士の意志が白露様を捕まえようとした瞬間、白露様は忽然と姿を消し、意志は肩透かしを食らった。コメントを見る限り、かなりの目撃者がいるみたい。龍女様が脱出マジックを使えるなんて話、聞いたことないよね。確かに西洋の仕業っぽい。西洋はもともと感覚を操ることが得意で、文献にも姿を変え、奇妙な行動をとっていたっていう記録が残ってるの。じゃあ、こんなところで突っ立ってないで、早く行動を起こさないと。まずは目撃者に話を聞いてみる。そうだね。出発する前に情報を集めた方がいいと思う。西洋が何をしたいのか、何ができるのかを知ることができれば、取り憑かれた人を助けるのに役立つはずだから。当事者に聞くのも一つの手だけど、この人たちは西洋について何も知らない。あんまりまとまってないんだけど、ちょっと思ったことがあって、私たちには別の情報源があるんじゃないかなって。さんが言うには、あいつはジンによってここに閉じ込められていて、半眼と睨み合ってるんだって。私たちに協力してくれるかな。フエに会いに行くって考えただけで怖くて死にそうだけど、でもきっとフエは私に会いたくて食べたくて仕方ないと思う。フエは尻尾にしてやられてからずっとそのことを根に持ってる。その闘争心を刺激できれば、フエンを私たちの思い通りにできるかもしれない。サイト、なんて読むの？ラフ雑草。もう本当に大丈夫なの？ラフ雑草は泉州ラフで最大規模の怪異マニアが集まるサイトだから、怪力乱心が好きなラフの人ならみんな知ってると思う。このサイトにはいつも自分が遭遇した怪異事件を共有してる人たちがいるの。だから私もよくこのサイトの怪異実録を読んで度胸を鍛えたりしてたんだ。
このサイトを使って情報を手に入れて怪異事件を解決するっていう名目で調査をしようと思う。メイサが大勢で民家を捜索するのは効率が悪いだけじゃなくて、みんなを驚かせて西洋の宿主に対する正義を強めることになるから。私はまだ登録したばかりだからあんまりフォロワーがいないんだよね。他のプラットフォームでの経験を踏まえると、フォロワーが増えれば怪異事件に関する情報を提供してくれる人も出てくると思う。そう、結構大変なんだよね。一目で嘘ってわかるのもあるけど、中にはネット上の断片的な情報だけじゃ嘘かどうか見分けるのが難しいものもあるから、閲覧数を稼ぐためにいい加減なことをでっち上げる人もいるし。それじゃあやっぱり私たちが直接確認するしかないってこと？うん、私たちだけじゃなくて獣王子のメイサたちも秘密裏に調査するけど。ナナシビトさん、この方法で西洋を探せると思う？尻尾ならネットに痕跡が残るかもって思うんだ。うん、ナナシビトさんは私が自分から辛い目に遭おうとしてるって思ってる。前は尻尾を受け入れてなかったのにって。でも尻尾がいなくなってから私の尻尾もなくなっちゃって、あ、自分の本当の尻尾のことね。鏡の中の自分の姿がなんだか見慣れなくて仕事にも打ち込めなくなっちゃって、いろいろ言い訳っぽいこと言っちゃったけど本当は尻尾が恋しいだけなの。ありがとう。尻尾を見つけるなら今が絶好のチャンスだよね。でも今の私たちの任務は尻尾を探すことじゃない。まずは逃げた西洋たちを沈めないと。姉ちゃんはすごいおてんばだけど、それは彼女の頭の回転が早いからなんだよね。真面目なことをするときはなかなか頼りになるんだ。ケイちゃんを信じきれてないんじゃないかと思ってさ。とにかく心配しなくて大丈夫。ケイちゃんは得意分野では無敵だから。ケイちゃんに水苑に連れて行かれた日、本当ならケイちゃんを守るつもりだったのに、私驚いて気絶しちゃって。
私がそばにいなかったせいでケイちゃんはめちゃくちゃなことを引き起こした。私はケイちゃんの無茶を止める責任を果たせなかったの。この雪辱は絶対に果たしてやる。今度こそケイちゃんをしっかり守る。その無茶しないように監視するんだから。それにしてもなんであんたはまたこんな面倒ごとに首を突っ込んでるの。西洋は手強いんだよ。なんかお芝居に登場する冷静な用心棒が言いそうなセリフだね。でも私はあんたみたいに気楽になれないかな。だってあいつらを前にすると足がブルブル震えるんだもん。この前は気絶しちゃったし。あんたは私のこと笑わないよね。とにかくあんな妖魔たちがあちこちにいるなら放っておくわけにはいかない。特にあいつら、私とケイちゃんを死ぬほど驚かせたんだから、絶対にこのままになんてしないから。たまに飛んでくる虫すら面白く見えるくらい。でも今回は何匹か一緒に飛んできたみたいだね。フエン、聞きたいことがあるの。私たちの仕事に協力してくれない？あ、水園に入った瞬間気絶してた小娘、何日か会わなかっただけですっかり強気な口ぶりだね。私の剣はどこにあったの？待ってなさい。はあ、そうだよね。一時の我慢で風は穏やかになり、一歩引いて考えれば考えるほど腹が立ってくる。ふえん、ちょっとした油断で負けて悔しいんじゃない？小ぎつね、私に何をしてほしいわけ？あの番犬の行方が知りたいとか？悪いけど、あいつは跡形もなく消えたの。そんなことはどうでもいい。それよりあなた、やっとのことで航路から逃げ出したんだよね。今は西洋がラフのあちこちで好き勝手してるのに、自分はここで少しも動けない。悔しくないの？お前たち、私に同族を裏切って自分たちに手を貸せって言いたいの？条件がある。私は過去の大西洋良元と将軍の勝負を再び始めたい。今のラフの将軍を私の前に連れてくれば話を聞いてやってもいい。
将軍？何？できないの？ハンガン様は西洋と取引をする決意が足りないみたいだね。こいつ最初から応じる気なんかないくせに。え、ファ、まさか本当に？わかった。新作府に行って将軍様を呼んでくる。まだ早いし、どこかへ行く？文書を差し上げましょうか。七死人雲鬼軍獣王氏の半眼に大道芸人、これは珍しい組み合わせだな。将軍様、私のこと知ってるの？私ってそんなに有名だったんだ。護衛の元凶から聞いたことがあってね。君は彼の剣を奪い、手ぶらで帰らせることのできた数少ない人物だ。思い出した。本当にごめんなさい。ついテンションが上がって剣の実を披露したんだけど、解散するときに剣を返すの忘れてた。ところで今日は一体どういう風の吹き回しで私に会いに来たんだい？将軍様は多忙の身、本来なら西洋の剣は獣王氏の管轄なので、あなたの手を煩わせるわけにはいきません。でもあの妖魔たちが好き勝手に動き回るのを放っておくのはきっと。ああ、先代の将軍が妖魔と戦ったという逸話は聞いたことがあるが、単なる作り話だと思っていた。まさか当事者が復讐のためにやってくるとは。だが私のところに来るのは筋違いではないか？いいことを言う。汚染者が処理するという原則に従うなら、こちらも当事者を出すべきだが、東行将軍は私の尊敬する先輩だ。その後を継いだ以上、この問題を座視するわけにはいかない。相手がラフの将軍に会いたいと言っているのなら、それに従おう。将軍様、西洋という魔物は人の肉体を奪うのが得意なんです。もし懸念があるなら。配慮に感謝する。正直妖魔機械を相手にするのは得意ではないが、西洋が逃げ泉州の民たちに災いが降りかかっているのなら、
将軍である私が責任を負わなければ。すまないが、諸君は先に行っていてくれ。手元の公文書の承認が終わり次第、私も水苑に向かう。すまないが、諸君は先に行っていてくれ。手元の公文書の承認が終わり次第、私も水苑に向かう。非凡な腕を持ってるって聞いたよ。少し教えを乞いたいな。中では見かけなかった。人間、お前は誰？サイヨ、君は将軍との戦いを再開したいのだろう。私は招待に応じてここに来たんだ。後継者にしたわけ？ま、青州人に部を競わせて新しい将軍を決めるなんて非現実的だけど。じゃあ慶元将軍、この水苑で私と勝負しない？もし私が勝ったら好きにさせてもらう。私は招待に応じてきたと言っただけで、君と戦うことを承諾したつもりはないが。は？戦わないの？お前、戦わないって言ってるの？あの戦いを再開するためにここに来たのに、それに応じない。まさか戦わずして私が勝ったと認めるということ？いや、人間の論理では戦わないことと勝つことは同じじゃない。君は誤解している。私がここに来たのはまさしく当時の戦いを再開するためだ。ただ君はまだそれにふさわしくない。なーにを！
東行はラフの将軍として雲気軍を統率した。良源は西洋の長として群馬に命令を下していた。その両者が天風地裁の戦いを繰り広げるのは実に理にかなっている。しかし今私は泉州の将軍だが、君は良源ではなく一介の囚人だ。私と戦いたいのならこちらの決めた規則に従い、我が軍隊を打ち破り、私のいる本営までたどり着いてみせなさい。そうすれば君に機会を与えよう。お前の軍隊？ああ、これが条件だ。君は私の後ろにいる4人と戦って勝つ必要がある。え、私たち？それって問題があるんじゃ。そうそう、武力で解決できる問題は問題じゃないよ。この4人の総評に勝つだけでいいわけ？この4人を見くびらない方がいいと思うが、それぞれが卓越した技を持っており、闘志も忍耐力も素晴らしい。君の手には負えないのではないかと心配になるくらいだ。もし君が勝ったら過去の戦いを再開しよう。だがもし負けたら4人の質問に答えなければならない。嘘も言い逃れもダメだ。この条件を飲むか？飲む。この高台を5番人を駒として勝負しよう。たった4人の投票で私を苦しめるなんて、私にだって自分の駒があるんだから。駒ども、私の命令を聞け。お前たちに力を与えよう。西洋の奇術を見せてやる。自分の罪に向き合うといい。どいて！ボコボコにされたくないならね。賊ね、行かない。ダンス、戦闘中。
中央に顔立つを下す。あ、私の凄さを思い知らせてあげる。お金がある人は見てってね。攻撃のチャンスだよ。大地を割れ。その手だ。自分の罪に向き合うといい。幽府の定めし処罰、弁護を命じる。獣王の勅、ここに書となる。
獣王に代わり罰を下す。ダンス、戦闘準備。難攻不落。どいて。ボコボコにされたくないならね。やり先に火を。君の負けだ、フエン。調子に乗るな。もし私が両元の全ての力を持ってたら、お前たちなんかに負けたりしなかった。戦の勝敗は陛下にも予測できる。君が改めて挑戦したいというのなら、いつでも付き合おう。もちろんこの4人に勝つことが条件だね。なら、もう一回だ。待って、次の戦いを始める前に約束通りこっちの質問に答えて。本当に煩わしいチーム。で、何が聞きたい？これを見て。これは西洋の仕業。封印されてた西洋はたくさんいる。外に出た理由だって、報復のため、好奇心のため、あるいは飢えを満たすため、それぞれ違うんだから。どの西洋がお前たちの龍女をさらったかなんてわかるわけないじゃない。でも心当たりがないわけじゃない。例えばトロビとか。信じないからご自由に。ま、私は人間みたいに嘘は好きじゃないけどね。あいつは遊ぶことが大好きで、人を操ることに興味がない。自由に遊び回ることばかり考えてる。両元が分裂した断片の中でお前たちの龍女をさらいそうなのはあいつしかいない。封印されてからの千年間、私たちは人間の喜怒哀楽を味わうことができなかった。トロビも我慢できずに遊び相手を探し回ってたんだろうね。フエンの言葉は多分本当だと思う。西洋の気象はそれぞれ違っていて、取り付いた相手の性格に影響されるの。好戦的な戦士に取り付けばだんだん喧嘩っ早くなる。遊びたい盛りの子供に取り付けば闘心を持った個体になる。白露様はよく家を抜け出して近人校に遊びに来てるから、まさに自由を求める子供って感じだよね。うん、この手がかりがあればきっと任務もうまくいくと思う。ちょっと、まだ賭けは終わってない。もう一回勝負しなさい。だけで偉そうに。もう一回、もう一回。
うん、事の見通しはついた。西洋を鎮めるため諸君には迅速に行動してもらいたい。ありがとうございます、将軍様。みんな出発しよう。もう用は済んだ。約束通り手がかりを渡したのに、なんで手ぶらで帰ってくるわけ？再戦するわけじゃないなら私に話しかけないで。でもかけてもいい。お前たちはまた後で私に頼み事をすることになる。どうなるか見ものだね。西洋はもともと自由な日だったが、好奇心のせいで人間に閉じ込められてしまった。実に残念だ。同情というより事実を述べているだけだ。私たちと西洋の境遇に違いはない。理性を持った瞬間から欲望と本能に駆られ、己の運命に縛られ、結末に向かうことが決まっている。兵を指揮する上で最も重要なのは勝敗に対する直感だ。そして君たちは私に勝てるという確信を与えてくれた。古の神話によれば、かつての泉州は大敵に侵略され、滅亡の危機に瀕していた。その時、一人の英雄が人々を危機から救うため、西洋の祖である夏侯と奪者の契約を交わしたという。夏侯は戦に助力する。その見返りとして、その英雄と追従者たちは戦に勝ち凱旋する時が来たら、己の肉体を夏侯に捧げることに同意した。その大戦が終わった後、英雄たちは皆亡くなり、夏侯も重傷を負った。そのため契約はうやむやになり、この話も忘れられつつあったのだが、西洋たちは契約を覚えていて、借りを返せと要求している。東行将軍と両元の戦いも大方このことが原因なのだろう。獣王氏の西洋の沈黙に協力する、これは正当な理由だと思わないか？私が自らに休暇を与えたのだと思ってくれ。水炎の風は少し冷たいが、心ゆくまで楽しみたいんだ。
もう何日も金人港に戻ってきてなかったけど、自分の庭に帰ってくるとやっぱり慣れ親しんだ感じがしていいね。じゃあ道案内とか聞き込みとか全部ここの顔役のケイちゃんに任せようかな。私と漫才したいわけ？すぐにからかうんだから。あそこ見て、あの二人探偵師の服を着てる。多分龍女様を探しに来たんだよね。うん、龍女様が急にいなくなって途方に暮れてるんだと思う。でも聞き込みをするときは身分を明かさない方がいいよ。あと西洋が取り付くとかって話にも触れないようにしないと、もしかしたらパニックになっちゃうかもしれないから。うんうん、分かってるから安心して。ハンガー様、市民との円滑なコミュニケーションの取り方は運気軍の必修科目だからね。運気軍の兵士、スショ。あんたたち、行方不明になった龍女様を探してるの？なんで運気軍まで動いてるんだ？君、報告したのか？まさか！僕は地甲子にも知らせていませんよ。この件は少しおかしい。報告したりしたら、注目を集めるために騒いでると思われてしまいますから。なんで運気軍はこのことを知っているんですか？もんだね。実は私たちは10招待。町を巡回していろんな緊急事態に対応するために派遣された運気軍の治安第10招待なの。ほら、粗骨者が面倒な仕事ばかりする招待、わかるでしょ？わかります。僕たちも面倒な仕事を任されているので。とにかく私たちは龍女様が消えたって聞いて、何か助けになれないかと思って急いで駆けつけたの。あれ、そちらの種族の民の客人は請求列車の方ですよね。龍女様があなたの話をしていたのを覚えています。君たちが手を貸してくれるのならとても助かる。ただまだ私たちも状況を把握できていないんだ。ええ、龍女様を捕まえたと思ったのに、まさか彼女がパッと消えていなくなってしまうなんて。それに龍女様を追っていた時、彼女が二人いるところを見たんだ。本当に訳がわからない。まさか、私たちは二人の年齢を合わせても500歳に満たないんだぞ。じゃあ仕事で疲れてたんじゃない？探偵師の医師は毎日負傷者や病人の面倒を見てるから幻覚を見やすい状態にあるっていうし、先週の道徳の模範として二人とももっと体を大事にしないと。お嬢さん、本当に僕たちのことを理解しているんですね。この件が終わったら休暇を取りましょう、先輩。それで最後に白露様を見たのはどこなの？あっちの道です。なんだかあそこ子供の笑い声が聞こえる気がするんですよね。風の音でしょうか？二人はゆっくり休んでて、私たちが代わりに探してくるから。白露様は多分二
人が自分を探し回ってるのを見て出てこれなくなっちゃったんだよ。でも彼女の友達がいれば出てくるかもしれないでしょ。ああ、わかった。それじゃあお言葉に甘えて君たちに任せよう。なんで龍女様は頻繁に逃げ出したりするんでしょう。劣悪な環境での作業手当を申請してもいいですか。君は文句が多いな。苦労が嫌なら軍への移動でも申請したらどうだ。絶滅大軍が多くの族を率い人々を苦しめた。その時どこにいるの？龍女様、出ておいで。一緒に遊ぼう。なんで白黒様が二人も。やつら一緒に遊ぼうと言っておるぞ。バカ、あんなの嘘に決まってる。お前を捕まえて家に連れ戻そうとしてるんだ。誰にも捕まらない遊びをしよう。なら逃げねばな。出たー。スーちゃん、びっくりさせないで。そっくりなベクロ様には驚かなかったけど、スーちゃんの叫び声で心臓が飛び出そうになったじゃん。ごめんごめん、太陽の仕業だって分かってたんだけど、やっぱり怖くてさ。スショウさんの気持ちすごく分かる。獣王市で長く働いてるけど、いつまで経っても龍馬の怪異事件にはなれないよ。ごまかしてるだけだから、とにかく探してみよう。きっとまだ近くにいると思う。声はこの中から聞こえるみたい。開けてみるから、みんな気をつけて。あれ、開かない。仕業なの？追いかけてくる人を拒む強い警戒心があるみたい。でもどこに出没するかは分かったから、これを使ってみよう。この鈴は同心の火鈴って言って、水炎での災いの後、獣王氏が西洋に対抗するために用意した道具なの。西洋は関係ない人たちを元凶の外に追い出して、被害者だけを中に残すんだけど、こ
この鈴を鳴らせば私たちの思考の波長を左右と同調させることができる。でも具体的な原理は私にも説明できないんだ。説明書を読んでたら日が暮れちゃう。つまりその鈴を鳴らせば西洋は私たちを仲間だと思って奴が作り上げた元凶に入れるようになるってこと？うん。入った後にどうやってトロビを捕まえるかについてはまた考える必要があるけど、私たちの中で一番すごいのはあんただから、あんたが開けてくれる？扉の向こう、どうしてこんな場所に？ただの西洋の目くらましだと思う。ちょっと、そこにいる西洋、早く白露様を解放しなさい。邪魔な奴らめ、僕たちはここで楽しく遊んでたのに。白露はお前らとなんか帰りたくないってさ。トロビー、こやつらはわしを探しに来たんじゃ。外は暗くなってきておる。そろそろ帰った方が良いのではないか。ヤクロ、大人には見つからないようにしようって約束したじゃんか。絶対に家には帰らないって。お前、まさか約束を破るのか。そうじゃったな。大人は平気で約束を破るが、わしらはそんなことはせん。そうだそうだ、お腹が空いたら食べきれないほどの玉緑串を出してあげる。喉が渇いたら飲みきれないほどの干し芋プルプルを出してあげるよ。なんと、早く出せ早く。
今はまだダメ。まずはみんなで一緒に遊ぼう。おい、悪い奴らも聞こえてるか？お前たちも一緒に遊ぶんだからな。白狼、僕たち二人で逃げて、この悪い大人たちに捕まらなかったら、美味しい食べ物と飲み物を出してあげる。おお、なら今すぐ逃げねばな。うん、好きなように逃げよう。空が真っ暗になるまで一緒に遊ぼう。こら、逃げないで。僕はもっと外で遊びたいだけなのに、何が悪いの？なぜわしは大人の言う通りに暮らさねばならんのじゃ。みんな、今は遊んでいる場合ではない。大きくなってから遊べという。じゃが、探偵士の大人たちも遊ぶ暇などなさそうではないか。もう追いかけてくるな。ちょっと楽しく遊ぶことも許されるのか。よし。閉めれば彼女はあっちに逃げるしかない。追いかけるんじゃなくて、彼女の方から来てもらうの。ケイちゃん、何訳のわからないこと言ってるの？あの龍女様が自分から来るわけないじゃん。今の鬼ごっこで子供の頃にいた星のことを思い出したの。そこは資源に乏しくて、お肉を食べようと思ったら
危険を冒して鉱山の奥に入ってウキイタチっていう動物を狩らなきゃいけなかった。そのウキイタチってのが飛ぶのは早いわ、警戒心は強いわで、どんなに腕がいい人でも捕まえられなかったんだよね。ケイちゃんの昔話モードが始まっちゃったね。ちゃちゃ入れないで最後まで聞いて。ウキイたちの生態は特殊で、ナキトカゲっていう毒を持った生物と共生してるの。ウキイたちは餌を探しに行くとき、ナキトカゲに自分の子供を守らせるんだ。そこで私たちは巣に行ってナキトカゲを捕まえることにした。ナキトカゲは捕まると鋭い声で鳴いてウキイたちに巣に戻って子供を守るよう警告するの。つまり向こうからこっちに飛び込んでくるってわけ。生存競争は公平だよ。ナキトカゲはメイノウと目玉から猛毒を噴射するの。だから防護が不十分だった仲間はみんな命を落とした。それで今の昔話とケイちゃんが思いついたっていう案にどんな関係があるの？もう分かりやすく話したのに。要するに片方捕まえればもう片方も自分から罠にかかってくれるってこと。前にハンガン様が蔵月の氷炭っていう西洋を吸い込めるお宝を持ってたの。私が壊しちゃったあれってまだあるかな。氷炭ならあるけど西洋が近くにいる時にしか使えないよ。フォフォは氷炭を持ってこの資格で待機して、残りの人たちで白露様を追い込もう。白露様を捕まえたら西洋が現れて罠にかかってくれるってこと？西洋ってそんなに情に熱いの？さあ、でもフエンが言うにはトロビは子供っぽいらしいし、試す価値はあると思うよ。準備できた。ここまで追い込めば白露様を捕まえられると思う。その気をつけて。大人たちはいつも大人の方が大変だって言ってるけど、おかしいと思わない？だって大人も最初は子供だったわけだよね。なんで昔の自分と今の自分どっちが大変かなんて比べるんだろう。そうじゃそうじゃ、なぜ意味のわからんことばかりわしに聞かせるんじゃ。わしは遊びに行きたいだけなのに。
ここから出せ。こんなところに閉じ込められとうない。ギクロ様、落ち着いてください。あなたは西洋に取り憑かれているんです。今あなたが考えていることはあなたではなく西洋が考えていることで。嘘じゃ嘘じゃ。わしにはずっと遊び相手がおらんかった。今日初めて遊び相手ができたというのに、ヌシラは奴を捕まえようとしておる。大人って本当に卑劣だよね。子供の楽しい時間を奪おうとするんだもん。自分から網にかかってくれたね。本当はお前たちも楽しい子供の世界に連れて行ってやろうと思ったのに、どうしても嫌って言うなら僕が暴力に頼るのも仕方ないよね。暴力だけがお前たち大人に通じる唯一の言葉なんだろう。子供を叱る時によく使ってるもんな。
天輪は権限した。同天陰月総理世を注がん。この力が騒いでいる。天候の悪さあ光竜よ飲め。危険と判定。足手まといになっちゃう。やり先に火を。炎の槍を断ち切れ。好きだらけだ陛下、慈悲なし。ダンス、戦闘準備。大地を割れ。この力を使うつもりはなかった。天候の悪昇竜、いでよ。ごめんね、白露。僕大人に叱られちゃった。もう一緒に遊べない。トロビ、絶対に大人の元には戻らぬと指切りしたではないか。大人は嘘をつくが子供はダメじゃと。でも僕にはどうにもできないんだ。どんなに長く遊んでもいつか終わりの時間が来る。でも今日は遊べてすごく楽しかった。また今度遊ぼうね。今度はないよ。フォフォ、お願い。トロビ、次に会えるのはだいぶ先になりそうじゃ。僕たちにはたくさん時間がある。だから白露が思ってるほど長くは感じないと思う。しばらくはこの大人たちと一緒にいなきゃいけないみたいだけど。いいかな、白露様。もう遅いからそろそろ家に帰らないと。少し記憶が曖昧じゃが、変なことをたくさんしたような気がする。落ち込まないで、白露様。今までのことは自由に遊べた夢だと思えばいい。白露様は何も悪くないんだから。ジャガ、皆がわしのために走り回ってくれたことは覚えておる。本当にすまぬ。他人に縛られたり管理されたりしたら逃げたくなるのは当たり前だよ。問題があるのは行動を正そうとしてくる大人や、やるべきことしか考えない人たちの方だと思う。謝罪の言葉を考えておったのに、武士の今の言葉で何を言えばいいかわからなくなったではないか。なんで謝るの。私だって白露様と同じだよ。もうすぐ成人になっちゃうけど、子供の時に裸足で走り回ってた日々が懐かしくてたまらない。お兄ちゃんに叱られて、ああしろこうしろ、もう少し大人になれって言われてね。それで反抗して逃げ出したの。家族から離れても元気に過ごせることを証明したくて。だから私は泉州にいる。龍女様でも私みたいな普通の人間でも同じような経験をしてるんだね。いつの日かきっと白露様も今の日常から離れて新しい生活を始めるための力が身につくから。だから今は目の前の楽しさを大切にして、目先の問題に悩まされて謝ったりしないことをおすすめするよ。ぬし、なかなか人を元気づけるのがうまいな。探偵師の遺憾で心理師をしてみる気はないか。この子
本当に家出なんかするタイプなの？実際に話してみると皮肉っぽいというか、すごく大人びてる気がするんだけど。そのこんなところで立ち話しない方がいい気がする。ここは薄暗くて気味が悪いから、場所を変えて話してもいい？正直に言うと、トロビって私の印象にある他の西洋ほど危険じゃなかったんだよね。今回はたくさん走り回ったけど、命が危険にさらされるほどじゃなかった。でもあともう少し走ってたら労災を申し込むことになってたかも。西洋に善悪の概念はなくて、ただ自分の欲望と感情に従って動いてるの。他の西洋を捕まえる時もこのくらい楽だったらいいんだけど。事件の調査報告をネットにアップしないといけなくて。なるほど、龍女が西洋に取り憑かれたと触れ回るのは良くないから、わしの名前を隠して大げさな題名をつけねばならんのだな。そう、この出来事を怪異事件として印象付けたいんだ。大げさであればあるほどいい。それでこの怪異事件は私たちによって無事に解決したって宣伝するの。写真や動画をつければきっとみんなに注目されて、いろんな情報をゲットできる。それは構わんが、どんな題名をつければよいかのね。前にあんたが一緒に作ったっていう講談を紫苑先生のとこで聞いたことがあるんだけど、その時あんたはでっち上げるのが得意なんだなって思ったんだよね。知恵を出し合わないと。ほら、早く考えて。わかった。よーく話し合おう。
よし、じゃあこれで決定。白露様もあの二人を待たせないように早く帰ってあげて。あの人たちも苦労してるみたいだからさ。うむ、今回は世話になったな。わしは先に行くとする。やっと西洋の事件を一つ解決できたね。西洋を捕まえるのがこんなに大変だったなんて。まだ終わりじゃない。カンア様の言いつけ通り、一旦西洋を捕まえたらすぐに水苑に戻って、速刑大蛇人の妖魔沈めの塔に閉じ込めないと。捕まえるのは私の心肺機能が回復してからにして。
あ。